今年も早いな。おはようございます。おはようございます。イベント当日、今は8時半。8時半ですね。早いですよ、ね、もう8時半なのにこれですね。8時ぐらいに来たけど、もう人すごかったですもんね。ありがたいです。ありがたい、はい、それから、3日間これが続きましたので、ね、我々昨日もね、大宮駅で、はいはい、ちょっとなんか長この辺で流れてると思うけど、10時まで氷川神社で設営しました。私は川崎先生と飲んでます。いいな、美味しかったと、ね、まあはい、いうことで、頑張りますので、自分自身も楽しんでやっていきます、はい、よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。もう人すごいですよ、うん、もう人いっぱい来てますよ。何がもうたくさんお客さん来てます、ね、うん、電車混んでた。あ、電車混んでた、うん、今日盆栽相談、うん、やるんですね。あ、河野です。はい、皆さん、はい、いらしてください。はい、はい、はいはい、今日から大盆栽祭りが開始しました、はい、3、4、5とやってますけども、いいものが欲しい方は3日今日です、はい、じっくり見たい方は明日2日目、安く買いたい方は3日目、ぜひお越しください。ありがとうございます。結構売れました。結構おかげさまで。あ、本当ですか。120ぐらい出したんですよ。120ぐらいですね。100頑張りますんで。あ、もう100売る。すげえ、棚が全然片付いてないんで。また追加もあるかも。ある、ないですね。ないです。120ある、はい、皆さん、まだまだたくさんありますんで、はい、お待ちしております。はい、乾杯。あ、これはパンダとウサギも、これはあの有名陶芸作家のね、4代目が作りましたので、こちらもお買い求めください。おはようございます。おはようございます。せいりちゃんも今年もまたブースを出したということで、はい、はい、3年目になります。3年目。今回はどういった。今回は、うん、あの前回とかに比べて少しサイズ感は小さくなったんですけど。そうですね。今年も一部は能登半島へのチャリティーということで。あら、また素晴らしい。あとはもっと、なんだろう、こういった小さいもので、今まで盆栽っていうのを育てて、うん、来てなかった方々にもなんか簡単に育てられるような盆栽っていうのを中心に並べています。始めやすいものを中心に。はい、もちろん、うん、こういった黒松系も育てやすくていいと思いますし、はい、あとはモミジですね。モミジ、寄せ植えかな、はい、そうですね、寄せ植えで風情があっていいかなと思っています。この辺はちょっといい長寿梅が。そうですね、この辺の長寿梅も、うん、私が長く育ててきたものなので、ちょっと悲しいんじゃないですか、手放すの。そうですね、思い入れがある木なので、はい、今回は盆栽四季の家で、うん、ちょうど今日盆栽のトークイベントがの時間をいただいたので、そこでも世界盆栽と2026の、あとは盆栽村100周年のトークをしたいと思ってます、うん、あ、そうなんですか。はい、じゃあちょっと都合が合いましたら私も伺っていただきます。ぜひ、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。小林さんです。ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。撮影呼んでください。そうですね。そろそろ、はい、なかなかやることなくて。あ、そうですか、ちょっと忙しくてね。あ、そうですよね、草だらけなんで恥ずかしくて見せられないんですよ。じゃあまたちょっと、はい、またね、何かありましたらよろしくお願いしま す。あ、今回のおすすめ商品とかは。今回ね、もうね、もう結構ちょっと売れちゃったんだけど、あら、まだ若木なんだけど、値上がりの黒松。黒松、うん、あれがね、うちにね、結構素材がいっぱいあるんですよ。へー。で、ちょっと良さげなの見本で持ってきたんだけど、はいはい、これいいじゃん。もうすでに2杯しか残ってない。あ、そうなんです、じゃあもうこの動画が出る頃にはないですね。あ、まだうちに300ぐらいある。あ、じゃあ、はい、買いに来てください。はい、行けば。おかげさまでね、皆さんにこういうこんな安いね、素材でもね、うん、皆さん買ってってもらえる。なるほど。遊んで楽しんでもらえるからいいかな。最近なかなかこういうのもね、昔いっぱいあったんだけど今あんまないんですよ。ブナか。確かにあんま見ないですね、うん、ブナ最近品物少ないんで、
こういうんだとかね、あとこういう未生の御用なんかもね、最近あんまり手に入んなくて、東御用、2500円こういうのも、あのここから作っていくと面白いかもしれない、ね、なるほど、はい、しかもおもろいですね、これね、これがちょっとしっかりしてくると面白いかもしれない。なるほど。これのこれちょっと良さげなやつだけちょっと鉢変えてポットでまだうちにいっぱいあるんですけど、うんうん、今なら選び放題。今なら選び放題。はい。はいね、皆さん公務員さんへ行きましょう。はい、連休中はこっちに来ているので、はい、連休が終わったら来てください。はい。はい。ありがとうございます。お願いします。はい。はい、今年から出店のお店です。こういうのをいつもプレゼントでくれる方で、まあまあ面白いカーブのやつはみんな600円の銀シャリ削り、これかわいいじゃないですか。三島さんお疲れ様でした、はい、ちょっと一緒に一周回りましょうか。行きましょう。お願いします。大盆栽祭りいい、ね、人多すぎてちょっと来るのが大変なんですよ。生いちご生いちご、ね、キッチンカー、はい、今まで出せなかったんですけど今年からわー OK になりました。これはかき氷屋さんから。いや、うまそうですね。レモネード、うまそう。こういったものもございます。わー、すごい。これ苗がいっぱいっていうところですよね。すごいですね、これもまた、ちょっと ね見ていきますか。大丈夫、見ていくのも大変そうです、ね、行きましょう。あ、綺麗。草とかも、まあ山野とか、素材とかね、すごい道沿いにね、ねずっとある、うん、あそう、もみじがいろんな種類、まあ、出てます、ね、これいいや。お値段もお安いからね、まあ、盆栽だけじゃなくていろんな山野とかね、あの鉢ですよね。そうですね、うん、僕ね3日ごちゃごちゃしてるから、はい、だいたい4日か最終日に来ますよ、まあ、でもいいもの買いたいと思うと、うん、まあ、最初に来てそうです、ね、もう選びたいって100万の心理ですね。赤松の合いの合わせいいね、いいですよね。大きさもね、だから遠慮も赤松いいですね。これはいいんじゃないですか。万千円3枚です。はい、わすごい、すごい、カフラチだこれ、すごい、うん、これに入る鉢があるとあの鉢とかすごいですよ、すごい、やばい、あーすごい、すごいよね、これこれね、いやすごい、ダメに入んないもん、この木箱だってもうね、なんかこう中ではちゃんとした商売、中でね、こう割れてる、あ、ほんとだ、すごい、はぁ、さあ、踊り、この中、この中、あーすごい、あの錦すごくない、ね、浮世絵出てきますよ、これ上の方かっこいい、ね、面白い作りですよね、うん、柳を落とすような錦松もちょっと新しい、もう一回来てもいいんじゃないですかね。ブーム、うん、いいと思う、現代的だなって個人的には。あ、まあちょっとほら枝が弱いとか、あの下の方だけ植え替えで剥がれちゃったりするとか、うん、かっこよくなっちゃうんですよ、下がね細いからね、そうそうそう、ここが結構だけど、あんだけ変わってる木に、うん、じゃあどんな変わり鉢を合わせるかとか、うん、なんかそういう遊び方してもいいんじゃねえかなって個人的には思いますね。熱い、うん、だから今こそ錦っていうのもありかなって、うん、思います。この辺とかね、まあ、坪陽馬さんに坪10年ですから、ビギナーの方も入りやすいお値段。あ、なんだろう、キューさんじゃん。そうです、キューさんじゃん。どうもどうも、1年ぶりでございます。1年ぶりで、あ、でもまあ国風で合ってます ね今回のおすすめはあれ、今回のおすすめはもう本当は悩んだんですけど、まあ下段だいぶ減っちゃいますけど、那須御用松の1万円、はいはい、未生10年の1万円のやつですね。さっきのやつ、そうです、そうです。お、まあ、日頃本当に2万円とかね、2万5000円とかで売ってるやつをもう今回に限り1万円。なるほど。ただ Q さんがアップする前に全部売れちゃうかもしれないね。かもしれないですね、うん、あと6個、あと 6個しかないの、もう6個、マジか、7個、7個、あと、はい、
なんか高木さん買ったのもみじとかあるんですか。あ、雪姫。雪姫はね、もうこれはまただいぶ売れちゃって、これ雪姫ですね。これが雪姫。あと、小花ですか。あと隣の売店でも売ってるんですけど、苗も隠し持って5個ぐらい来てます。ああ、雪姫のちょっとちっちゃいやつ。そうですね。これ曲もそれに入ってたりとかして。これから仕立てくるには特徴はどんなんでしたっけ。まあ、とにかく葉っぱがちっちゃくて切れが深い。切れが深い、うん、そして何よりもあれですよ、紅葉が綺麗。あ、真っ赤、うん、紅葉が。これは隠してあるんで、雪姫ある苗あるって聞いてくれた人しか出しません、はい、夏御用松の苗も最後1本隠しといたの。あ、まだあるんですか。これ最後の1本。皆さんどうぞ、はい、まあ、もし残ってたらぜひぜひ。夏御用、これ葉内はそれは、あ、イタヤだ。イタヤとハウチアって結構微妙ですからね。あと大量にあるのが、あの有明もみじ、下段にありますけどね。これが挿し木で20年ぐらい経ってるようなやつで、コハウチアっぽいんですけど、要は有明って聞いて九州を思い出すかもしれないですけど、あの長野のなんか有明山って山があるんですけど、山はな、長野です。黄緑色でちょっと優しい感じの、うん、で挿し木でもなんか一人の方がだいぶ作ってたらしくて20年ぐらい経ってるらしいです。へえ。あの営業妨害になっちゃうかもしれないけど、よそで土鉢で8000円で売ってるやつが何千円とか。安い、うん、まあでも、まあ、まあ聞いてくれりゃ、まあ盆栽Q さん見たよって言ったら頑張っちゃう。負けてくれますか。負けちゃいますよ。皆さんらしいですよ、盆栽Q見てくださいね。盆栽Q見たら安くなるみたいです。チャンネル登録よろしくね。もう中の人ぜひぜひ、ね、盆栽Qさんよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、紹介の藤村です。お疲れ様です。お久しぶりです。お久しぶりです。まあ、今回ちょっと那須御用松のお膝元っていうことなんで、まあ那須御用松の、あ、まあ、ちっちゃいのそうです。まあ、芽が吹きやすくて、うん、いいところを、まあ、お安く持ってきましたんで、ぜひそういうところを見ていただければなと思います。はい。まあ、なんか向こうからサービスっていうような声が聞こえたんですけども、なんかした方がいいですか。なんかしていただけると。視聴者に向けて、まあ、見ていただけたならお安くしますんで、はい、おまけしますと。おまけしますんで、もう先見たと言ってくれればいいかな。大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。まあ、そっちもまだね、ありますか。はい、まだいろいろありますんで、ご用がいっぱいありますか。はい、うん、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは、盆栽成功園の石木です。石木さんです。よろしくお願いします。お願いします。ここは四季の家の前か。そうです ね四季の家の前で、あの盆栽成功園が角にあるんですけど、そこからちょっと出張してきて、はい、季節の終わったものとか、あとちょっと大きいものとかもあるんですけど、いろいろあの盆栽が触れる人は結構これからいじって良くなるような素材系をたくさん置いてありますので、まあでも今やっぱり花が咲いてる包丁木とか、あとあの羊とか藤とかはやっぱり見てます。そうなんです。しかもこれアメリカ藤って言って、ちょっとお花も葉っぱも小さいんで、そのこれか、これいっぱいついてます。これからこう知られて、これぐらいの花になるかな、普通の藤これぐらいになっちゃうんで花って考えると半分ぐらいで結構楽しめるんで、小さい盆栽を好きな方も藤が楽しめるってことで、なるほど、はい、おすすめです。これは宮間霧島ですね。まあよくある今の時期で、ね、今ちょうどお花が咲いててもうちょっと楽しめるかなって感じですね。これ株立ちとかで作ったら結構かっこいいんで、はい、くっついてるんだ。そうなんです、1本からどんどん出てくる。はい、こちらが成功園のお庭なんですけれども、こちらのお庭は基本的には一般の方はちょっと入れないようなお庭で、いい盆栽がずらっと並んでます。しずきの御用がやっぱすごいですね。あれあれとかね、こっちとか、あとこれなんかもあの美術館で私見ましたけど、すごいです。すごいですね。これあの福島じゃなかった。あ、そうですね、一回これ龍笛っていう名前がついてます。あ、そうっすね。龍笛、龍の笛、笛、笛、はい、汽笛の笛、龍笛。ちょっと香織さんが出ていただけるということで、素晴らしい。ちょっと待ってる間に木を見ていきたいです。なかなかね、映せないですからね。もうあのこうパッと見た時の欅もいいですね。すごいですね。
ね。3代目の鎌次郎さんが特に石突きを得意としていたらしく、4代目の、はい、その時代からあるってことですか。その時代からあるものもありますね。はい、であとは山田智夫さん4代目がそれを引き継いで、まあ、今新しく作ってるものもありますし、うん、これとか多くの寄せ具はこれから作るとか、ね、ああ確かに。石木さんの好きなやつありますか、お気に入り。石突きじゃなくてもいいですか。何でもいいです。あ、僕ね、その後陽松すごい好きなんです。これかっこいいですね。ああなるほどね。ここら辺の枝は淘汰されちゃって、これはかなり100年ぐらいは経ってるんですね。そうですね、かっこいい。多少重いです。石木おすすめの一品でした。石木おすすめです。石木さんもね、 YouTube 時代久しぶりですね。そうなんですよ。そうですね、ちょっと緊張しちゃってるんですけど。俺もあの山田富夫さんの個展で出されてましたよね。出てましたね。あのだから私ね、図録何回も見てるんで、あれだっていうのはすぐ出てきちゃう。後ろのページにまとめて、見ました。素晴らしいです、連なりになってるような感じしますね。だんだん繋がってきてるんだと思いますけどね。これが初代からある木で、庄之助。庄之助っていう名前、石付きなんですか。はい、石ついてるんですか。どっかに石、本当はそこ石ある。そうなんです。もう飲み込んじゃってて、このスケール想像してなかったんでしょう。なるほど。はぁ、初代ってだってだいぶ前じゃないですか。もう聖光園170年ぐらい経って170年。はい、すごいすごいね。小石川にあった時ですね。こんにちは。こんにちは。盆栽級初出演、山田香織先生です。はい、こんにちは。いつも拝見してます。あ、本当ですか。ありがとうございます。いや、うちはあのこう伝統的な盆栽ももちろん扱うんですけど、こういったあの彩花盆栽、彩る花って書いて、ちょっと木々と草花を寄せ植えにして、はい、風景をイメージしやすいような、うん、そんなこう盆栽をご提案してまして、まあ、女性の方向けとか初めて盆栽されるって方向けにちょっとこう教室もやらせていただいているので、まあ、こんな形でもみじの盆栽だったり、ちなみに、ね、オリジナルの鉢なんですよ。あ、ちょっと器にもこだわって結構並んでますよね、オリジナルの鉢。そうですね、やっぱりおしゃれにご提案していきたいな。なるほど。はい、一つコンセプトとして持ってますので、はい、ぜひ遊びにいらしてください。わかりました。はい、お待ちしております。教室の生徒も募集中。募集中です。一日体験もありますよね、確かね。そうなんですよ。もう本当に90分で一鉢作っていただけるので、皆様お待ちしてます。お待ちしてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。市民展の作品これだけね飾られてますので、はい、いっぱい持ってきましたね、僕ら。いや大変でしたよ。僕たちがやってますから。そうですからね。本当に水野さんのを見せてください。あ、じゃあぜひ、はい、お願いします。石間さんの作品です。石突きの心拍。石突き心拍ですね、うん、まあちょっとこうね崖についてるようなイメージで。なるほど、うん、ガクッと落ちてますよ。ガクッと落ちてます。厳しさをここがね、ここがいいですね。そうですね、はい、厳しさ作ってみました。はい、あれがヒグマさんに。そう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 、ヒグマさんにもありますね。レンジンしてありますね。これ動画でやったやつだと、なんかヒグマ先生上全部飛ばしちゃうってもう一個あったんですよね。はい、上を全部飛ばしちゃったやつ、うん、これもいいですね、原さん。素晴らしいですよね。当順のね、人たちもすごいいっぱいありますね。本当ですね。これ川崎先生の竹、フロチコかな。いいですよね、この先生よく竹の動画上げてますね。涼しさやっぱ感じる。さすがの素晴らしい、素晴らしい、ね、やっぱ強い木がこれだけあるんで、そこにポンってなんか竹があるっていうのが川崎先生のセンスっていうかね、感じちゃうかな。
こんにちは。こんにちは。盆栽クラブ東京です。盆栽クラブ東京さん、はい、初出店ということで。はい、今回初出店させていただきました。盆栽Q さんのおかげです。ああ、僕にね、DM をくれた、はい。はい、どうやったら出店できるんですかと、はい、聞かせていただいて、おかげさまで無事出店、はい、おめでとうございました。ありがとうございます。商品はどんな感じでしょうか。そうですね、うちはもうほとんど松がメインなんですが、香川高松さんのものが多いです。どうも高松定期的に行って、やっぱこの肌の荒れた感じっていうのはもうあそこの気候じゃないとなかなか出ないかなと思ってて、なんか種類ものなのかな、まあ、黒松、赤松がもうメインなんですけど、まあ、基本的には赤、黒が多いです。これなんかもちっちゃいサイズなんですけど、樹齢でだいたい40年近く経ってるものなので、そうですよね、うるそう、はい、そうですね、立派なものがいっぱいある。そうなんです、結構もう松はやっぱり時間経過があった方が見応えがあるし、まあ、ずっと見てて飽きないですね。特にこの黒松が今回ちょっと目玉かなと、ね、はい、これ、はい、お値段はなかなか高い値段なんですけども、なかなか、結構価値がある価値だと思います。なるほど。特に立ち上がりですね、一番。盆栽はどのぐらいからやってるんですか。僕まだね、5、6年です。初めて、はい、5、6年なんですけど、もともとバンドマンで、っぽいですね。そうなんです。バンドやってて、和風のバンドだったんですよ。新選組っていうバンドやってたんですけど、和服着て、ちょっと和ロックだったので、じゃあメンバーそれぞれで、なんか和に精通した趣味を持とうみたいな企画が YouTube であって、その中にこう、じゃあボーカルの僕はじゃあ盆栽を一鉢買いましょうみたいな企画で、長寿梅買ったんですよ。で最初枯れ木みたいなのが届いて、ネットで、なんだこれ枯れてるのかなとか思って、一応水あげてたら花ついたんですよ。うん、そこからもうハマっちゃいましたね。ドハマり。そうですよね。はい、もう沼でした。沼でした。はい、音楽もやめちゃいました。音楽やめて盆栽。はい、はい、はい、もうこっちに行きました。なるほど。はい、じゃあ今年からまた来年もね、出店してもらえるように。ぜひぜひ。はい、皆さんこちらに。今後ともよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ここは中間さんの隣ぐらいね、うん、ですね。お花いっぱい持ってます。これ安い、すごい人です。すごいわ、なんか箱買いしたくなっちゃうね。300円、これは豆鉢に入れたい材料費がね、揃ってる。駅前の方に来ました。はい、農園さんも大人気です。いやー、混んでますね。農園さんです。いやー、すごい雑木の名木がもうすごいですね、うん、本当に、はい、許可をいただいて撮っております、はい、ここはね、雑木、うん、カエデとか、うん、欅、そうですね、とかが素晴らしいです。いやー、やっぱり壮観、うん、なんかボンビの屋上から見るのとはまた違うこのね、そうですね、うん、盆栽の新緑ってすごい綺麗、うん、このサイズ良くないですか。いや、やばいかね、格子やばいだよ。もうちっちゃいですね、うん、ちょっと好みですね、うん、初めてあの埋めてほしいって思った感じ。いいな、12時ぐらいが一番混むんですよ今。12時ぐらい、これもうフジロックに負けてないよ、個人的にはね、確かに盆栽ロックフェスだ。本当だ、またメダカも売ってますね。いいですね、こういうのもね、うん、盆栽祭りのいいところかな。キッチンカーもあるし、え、メダカも1台しかなかった。1台しかないけど、え、メダカも売ってるのみたいな、いろんな刺激もらえますね、うんうん、ここの3枚もうね、混んじゃって混んじゃって取れないんです。一言もらいます。お疲れ様です。どうですか。すごいです。なんか午前中少なかったような感じしましたよね。いや、終わったよ。ひこさん、ひこさんです。YouTube 大丈夫ですか。大丈夫だよ、見てないし本人。誰、平気だって。ほら、マスク取ったんだから OK だよ。ちゃんとちゃんと顔出してくれたでしょ。ありがとうございます。分かってるかな。ほら、ほら、石田さんのとこでほら、はい、焼いてもらったやつ。ひこさんです。石田さんのとこでひこさんてんさんです。おいくつになりましたっけ。はい、91、はい、あ、若い。千葉のね、船橋からここまで遊びに来るの。船橋じゃない、船橋、市川か。そんじゃよ、91なのにね、こんなでっかいお弁当ね、ここで全部食べる。元気すごいんだよ、去年も食べてた。もうなんか、音さん宣伝必要ないっすね。何が宣伝は宣伝必要ないっすね。これ
除すると生産落ち着かない、ね、今も落ち着いてないので落ち着いてないですね。大変なんですけど、でもしょうがないよね、うん、でもだいぶ効果ありますよ。外国の人がいっぱい来てる。記念写真さっきから韓国の人と全然違う国の人と。とりあえず豆盆栽は、はい、こんな感じです。こんな感じで売ってますので、はい、ぜひ持ってね。今日出すんですか。うん、多分知ってるよね。毎年そうです。ありがとうございます。どうでもまで入れないじゃないこれっていう感じ具合しっかりした。今回の売りはあのピンクの紅蝶儀が売りですか。ピンクの紅蝶儀が、はい、売りです。かわいいのちえさんです。お世話になります。お世話になります。今年も豆松屋さん。はい、豆松屋です。たくさん小さな商品が、はい、あとあのトモバチが今人気です。これ、はい、トモバチ、トモさん、はい、友達のトモでトモバチですね。町直さんのお弟子さんで釉薬のやり方とか作るように習ってますね。はい、釉薬二重掛けしているので模様が面白くて、うん、同じのがない。作ろうと思っても作れないって言ってました。なるほど。包丁木とでも小白も結構ある。そうですね。あの新白ちっちゃいの作ったのが可愛いかなと思います。はい、うん、ちょっとねお客さんいっぱいであまり近くへ行けませんが。はい。私が針金かけて植え替えた新白ですんで、はい、よかったら。先生が作った。作りました。物がたくさん売ってますので、ぜひとも、はい、お立ち寄りください。お願いいたします。5月の6日の2時からだったと思います。あの振り返り動画を、盆スキー場で。それは一般の人も見れるんですか。はい。あ、ごめんなさい。配信ですね。YouTube？ はい、YouTube で、とアカウントは新しくなります。盆スキー場の、はい。アカウントがあるんです。アカウント YouTube チャンネルが新しく作ることになりました。なりました。じゃあそちらの方で振り返り、はい、振り返り動画を配信を撮ってその後もあの見れるようにはなり、なるほど、なります。でそちらもお楽しみください、はい、お楽しみください。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。こんにちは。石坊さんの寺澤さんです。寺澤でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のおすすめ商品は何でしょうか。手頃な商品がいっぱい数多く揃えておりますので、そうですね、皆様のご来場お待ちしております。終わっちゃうね。終わっちゃうじゃねえか。終わっちゃう。なんか特におすすめのものとかは、まあね、こと金図とかあとね心拍のいいのもありますし、これから楽しめる紫式部とか。あ、紫式部いいですね。はい、あの花上がってますんで、あとこう石灰ヒノキとか人気のね樹脂が数多くありますので、ぜひぜひお願いいたします。盆栽祭り初日、まだ午前中なんですけども動画が終わるということで、はい、もう朝早くからいろんな人に来ていただきまして、大体もうこの門を通る方には見てますというふうに声をかけていただきますので、なるほど、ありがたいと思っております。はい、はい、で売り上げの方も去年に引き続き、いいということで、はい、今後も明日明後日頑張って、去年以上の世界にしたいなと思っております。ひれ悪い。ちょっとあのもう体力的に厳しい初日で、はい、まあね我々はなんかねここまでがお祭りみたいなところもありましたね。そうですね。あとはみんなに任して、そうす、楽しもう、はい、今がピークタイムですかね、ちょうどですかね、はい、もう本当にありがたい限りです。うん、はい、例年に引き続き盛り上がりを見せてます大門線祭り、来年100周年ですので来年こそはぜひお越しいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。息になってるし、息になってる、息になって蜂が高く、そうなんですよ、1万以上の蜂作家になってる、たくさん売れちゃって、でもきっかけこの方です。ああ最初買っていただいて、いやよか思えばよかったなと、そんなに人が来る前に。あ、そうですね、そう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 、ありがとうございます。皆様に生かされてます。生かされてます。